した。7、7。ああ。新春一発目のあたりは一番安いのでございました。準備までもなかなかいかないから、5、6、いやいや、3号の可能性が低そうだなという感じがしております。チャンスが。なんで、だからといってその通常モードとかでよく当たってるかっていうと、まあ、1回しか当たり引けてないので微妙だね。1の可能性が高い気がしてきた。お、ビッグサンダー5回目かな。あーない。あーリプレイ、リップ5連じゃないですかこれ。あーもったいない、いろいろもったいない。AT 中なら G ストップ2回ですよ。2回連続私物プレゼントがちらついてきましたね。いやーこれじゃなんかもうパチスロになんというか楽しさを見出せない動画を2回続けて流すっていうのは果たしてどうなんでしょうかと。しかもそれは元日に良くないよね。今時のパチスロなんてそんなもんだろうみたいな風に思われちゃったらね。パチスロ打とうと思ってる人の、気持ちを削いでしまうというか萎えさせてしまうことになりかねませんから。でも引けねえもんは引けねえんだよ。ここはもう陣地の超えたところですからね。当たる当たらないなんて人は。またこう謎の前兆が来てますけど。長いね、当たりそうな雰囲気がある。ちょっと数えてないから、最初のゲーム数からの前兆が出始めてからのゲーム数を。そろそろ16はもう超えてるんではないかと。ここは、あ、来た、お願いします。あー危ない。630、いくらだ。3万9000円、2万9000円かな。いやー2万9000円か。まだっていう金額でもないけど、また謎当たりです。天国には上がってなかった。4とかなのかな、2とか46だったらもっと当たってもいいと思うんだよな。天国行かなくても。いやーしょっぱい AT が続いております。また単発かな。当たってもさっきはあれか、一応2連したのか。え何だろうか、天国じゃないと思うんだよな。謎の台ですね。不思議な台です。不思議ちゃん初当たりでがっつりストックするっていう仕様でもないので、本当に天井ぐらいかな。天井以外で初当たりから2桁ストックとか、まあ、2桁に迫るぐらいのストックがあるとかないからね。 AT 中に頑張る仕様ですからね。その AT 中に全然頑張れてない今日は
まあ、こういう結果になるよなという、こういう展開になるよなというお手本のような感じですけど、いやこのままじゃいけないよ、新春なんですからね。それこそこの動画見て今から打ちに行こうとか、いやもう明日我慢できないから2日、正月の2日から初打ち行っちゃおうと思わせるぐらいの内容じゃないといけないわけですよ。いや、やっぱ行くのやめようって思わせちゃうよな、このままじゃやべやべって、お年玉がボーナスがなくなっちゃう。家でお正月特番でも見てるのは賢明だなって、こたつ開いてみかん食べながら、そう思わせたらダメですよね。初夢を取りに行くっていう気持ちにさせないと。さあラストゲームで外れ引きましたけども、まあ乗ってないでしょうね。あそこに乗ったらその場で告知が入るのかな。残念でございます。ヤオコ噂の出目が出ましたね。ヤオコ写真撮って忘れてた、某番組で一大ムーブメントを起こしたヤオコ805850はハチ公らしいですよね。中堅ハチ公のリーチ面、805は別に何でもないですよ、何でもないけど八王子です。逆回転した、まだいるぞ。おし、これはあの逆回転してから数ゲーム間で落ちてなければ天国 V が出てます、チャンス目が出てます。 3-2-1、 あ、遅れて知らない間に触ったってことか。戻したと見せかけての転廃しない、ああ、また遅れた、2ゲーム連続遅れたがりのゴッド、遅れたがりの凱旋です。あ、直子さん、直美さんじゃないです、直子さん、あるか当たり、直美さんは外れた気がします。過去出て直子さんは幸運の女神になるのでしょうか。ダメっぽい、まあもうすでにもうダメっぽい。よし、まあ本前兆の可能性が高いかな。510もあるけどね、ゴッド。天国ですね。今日初めて天国で当たったと確信が持てる当たり方、612ゲーム、トータル43,000円。ああ、なんで白なんだよ、全部白じゃねえかよ今日。あ、天国で中断機だな。ああ、乗らない。風吹いたよね、ショートからロングとかあるかな。天国で当たって AT 始まってすぐの中段キナナで風が吹いたから、ショートで当たってロングに上がったとかっていう可能性はありますね。
そもそもロングにいたら頂点に上がった可能性も、集団キララで風吹いた場合、まあ、モードによりますけどね、滞在モードによるけど、6、7割は最低でも期待できるんじゃないかな、モードアップが。なので今ハズレ引けば、今ハズレ引けば結構熱いと思うんですが、もしロングにいたらなおいいね。もう484地獄目、まだ天国にいるならこのハズレはどうなんだ、いなかったのか、それとも乗らなかったのか。いたけど20分の1以上で抽選されてた可能性はあります。でも強い出目が出ないんですよね。単発っぽいよね。いるけど静かにしてただけかな、それとも。そうであればいいんですけども、当たらん。とりあえずもうこの下皿にあるコインは打ちますよ。その時の状況次第、もうその後は正直台としてはもう不出来なので、粘りたくなるような挙動は取ってないから、まあ、いくらその元日の動画とはいえちょっとね、いい台ででもなんか連チャンが伸びないとかだったら、よしとことんまで行ってやるって気にもなるんだけど、これいつでも打てる台じゃないっていう台ではね、なかなか。お、リプさん、リプさん止まり。さっきからなんかゼロがよく出るんだよな、404とか。今のこの煽り関係なし。お、よーし、来た来た来た。もう一発、もう一発、もう一発つければ当たりだ。あー、なんもない。そして前兆もない。おおおおおお、どうか。いや、右上がりキララを絡めての3連なんで、フェイク前兆っていう。お、逆回転して、これはいただいたかな。これはもらったと思いたい。大丈夫でしょう、これは。はい、おそらくキララ3連だと思います。2回右上がり絡めたんで、そのどっちかでっていうのもまあ考えられなくもないけど、おそらく。あ、青。もしかしたらいろいろ当たってたかもしれない。いやー、よかった。今日初めて連チャンが確定しております。さあ、この200ゲームを元手にして天国への道を駆け上りたいところですけども、どうなるかな。でも200ゲームどころじゃないかもしれないですよね。もしかしたらものすごい個数ストックしてるかもしれない。
お、3連、これでまた乗ったかも。お、うまい。もう一個引きたい、もう一個引きたいぞ。もう一個行ったら何パーだったかな、忘れたけど、コール取れるよ。考えないで叩いたら良かったんだね。でも考えてなんかこうなんとなくタイミング測って叩いて4連したからな。やっぱね、気にしちゃうよねタイミングって。さあとりあえず一発は最低乗りました、4連で。この前の3でももしかしたら乗ってたかもしれない。とりあえずチャラを目指そう。4万3000なんで2150枚か、2150枚なんで8セットをとりあえずの目標にします。僕過去に一度だけキナダ5連させたことあるんですけど、大したことなかったですね。まあ、4連と5連の時点で2発は決まってて、そこからまああとは3連で当たってるかどうかとか、ナンパーループを取ってそのループ率でどれだけこう乗せたかっていう話なんですけど、何発だったかな、4とか5とかそんなもんでしたね。ただキナナ6連だか7連だかさせて刺激万枚かそれに近いぐらい出した人がいるっていう話を耳にして、ここまで行くのか、だったら俺も5連だけどとんでもないことになるんじゃないかと思ってたら、ああ果たすかし。だから6連ってどうなるんですかね。5連以降はこのコールプリツを連が伸びるたびに取るのかな。だとしたら確かにすごい出ます、すごい出る可能性はあります。また2連で終わった。下段、中段、逃げ上がり、それでもいい。あー引けない。まだあった。さあ4個目も出てきたということは、ちょっともう何のケーキでループでなのか、それともだから初当たりの通常時の3連の時に7-3連の時に当たってたりするのか、あ5連せずちょっと分かんないですね。その辺りはまたずれた。こういうとこだな、勝ちきれないというか伸ばしきれてないのが。おお、先読みだ。最終ゲームで先読みです。正真正銘の最終ゲームで、やはり中段もっと止まってくんねえかな。えい、あーないか、あー平行だ。これあれか、揃わないでそのまま終了画面が余韻に浸る間もなく出るパターンだな。あー浸らせてもらえませんでした、うわ残念とかいうのを、まあ、押しっぱなしにしてればね進まなかったけどさ。いやー
残念です。あら、4連4発で終わり。いやー、どっかでじゃあ2回、初当たりの時に2回ループしたってことか。いずれにしても目標の半分で終わっちゃいました。8セット目標だったんで、とりあえずは4セットでおしまい。まあ、キナダ4連が、ね、何回かあったんで、あのうちの1回でも行かせてれば、またちょっとずつちょっとずつこう繋いでって、シングルヒットを繋いでいって、細かくセット数を伸ばせていけたかもしれませんけど、打線がね繋がらないと点まではいかないよね。よし、もうこれはやめよう。さあ、凱旋はもうちょっとね、台の方もよろしくないですし、やめておきますか。ということで、パチンコ打ってみよう。何かが起こるかもしれない。さあ、お時間来ました。天竜ちょっとでなんとかなるかと思ったんですけど、まあなるわけねえよ、なったらしいです。はい、じゃあ詳しい結果はエンディングでご報告いたします。いやー、景気が悪い。新年早々景気が悪い。私負けました。知ってるか。知ってるよね。負けましたね。凱旋打ちまして、最後天竜まあちょこっとほんのちょっとだけ打って、まあほぼ凱旋で、やられました。もう早速結果から言いますと、投資が4万5000なんで2250枚で、回収が1188枚なので1062枚かなのマイナスでございます。まあプラスにもならず、プラスノルマは達成できずで、マイナス2500枚もいってないので私物プレゼントもなし。新年早々景気が悪い。魔除けのお守りは何だったんだと。まあそんなにいっぱい負けなかったことかな。あの目玉みたいのが、ご利益というかね、効果を発揮してくれたから、まあ、このぐらいの痛手で済んだかなというふうに思っておこうかな、あれは。でね、何がいけなかったのかと、まあ、ターニングポイントはやっぱ最初かなと。 G ストップで、まあ、鏡2枚テンパらして 3、 おっしゃ、7、 で7があったんでね、あの時4分の1、それぞれ4分の1ですから、ね、V と7に関して考えたら2分の1ですよ。違う、7か S だ、7か S で、その次の G ストップも、まあ、7テンパさせたけど、ね、5分の1で当てられず。あそこだよね。あれ以降そんな目立ったのはまあなかったんで、あそこでなんとかどっちか当てられてれば全く違った未来が待ってたかもしれないなと思うと、やっぱ一個一個の当たりが大事だなと思います。2019年、まあそこら辺ちょっと肝に銘じて、もう全ての棋士の一個一個の当たり、もう本当2ラウンド通常でもちょっと大事にしていきたいと思います。さあ、ということで、本来であればね、こちらのお店でエンディング撮るときは必ずここにいるんですけども、池袋店と兼任になった、影響でちょっとそちらの方に出払っておりますので、彼女に、まあ遅くまで打ってるから池袋店終わったらまたエンディングやりに来てよって言ったんですけど、まあもうとっとと帰ります。めっちゃ寒いんで風も強いし。さあ、そんなわけで今回ね、何の成果もなく終わってしまったんですが、ただ新春の回ですから、
何もなしで終わるわけにはいかないぞということで、私交渉いたしました、Vプレスのスタッフの方と。で、まあ正月といえばお年玉ですよ。なので、お年玉ないですかと聞いたら、まあしょうがないやるよということでいただきました。いつものバッテリー2名様で、 T シャツも同じく2名様で、番組の収録に遊びに来てくれた方のみに、抽選でお渡ししている番組のオリジナルタオルがあるんですけども、それをそちらを6名の方に、計10名の方に差し上げたいと思います。応募してくださった方の中からランダムでこう選ばせていただくんで、今回に関してはバッテリーが欲しいですとか T シャツが欲しいですとか両方セットで欲しいですとか書かなくて大丈夫です。誰にどれが当たるかはもうその本当にランダムです。まあ、こちらで選ばせていただきますんで、まあ、まず当たることを期待して、で当たったんだったら何が当たったのかを楽しみにしていただくという、まあ、福袋的な感じかな。でお待ちいただければと思います。さあということで、新春初回スペシャルになると思ったんだけど通常回だった、今回、まあスタートで役落としをしたと思えばいいのかな。次回また収録頑張りますんで、ぜひお付き合いください。2019年もね、収録回数増やして、行ったことない地域で収録してっていうことをぜひどんどんやっていきたいと思いますんで、皆様のお近くで収録する際にはぜひ遊びに来てください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。